うわ、頭痛い。ぽいぽい。はあ、お腹すいた。あ、そうだ、ここで大事なスポンサーカット。心地を美しくオルビスさんがお送りします。フラフラする。今すぐこの中に入りたい。今日こそあの秘伝のメニューを作ってやる。聞いて驚くなよ。冷たいお茶漬け。なんでだろう、二日酔いの朝って無性に体にいいものが食べたくなる。これが罪悪感ってやつの力か。今この瞬間だけは健康の亡者なのだ。あった、そんなところに隠れてたのね。このキュウリ、そういえば賞味期限大丈夫なのかな。あ、4日前か。これ居酒屋のやみつききゅうりを作ろうと思って買ったのに、糸唐辛子買い忘れて作れなかったやつだ。今時重宝されるのはカルパッチョを上手に並べられる子よりも居酒屋メニューをささっと作れる子だからと思ったけど、腐らせちゃう意味がない。さてさて始めます。キュウリはまずピーラーを使って縦にしましまに皮を剥いて、その後に乱切りにしていきます。うん、乱切りね。なんか少しだけ頭痛が治ってきた気がする。この皮と一緒でずっと体にまとわりついていた重たいものが剥がれていく感じ。でもな、眠い。乱切り、そもそも乱切りって何なんだ。人参、ごぼうなどの細長いものを回しながら斜めに切ること。じゃがいもやトマトなどの丸いものは4分の1から6分の1に切り分けてから角度を変えて一口大の大きさに切ります。不規則な形になりますが、大きさを揃えることがポイントです。不規則な形だけど大きさは揃えてほしいのね。なんて欲張りな子なんだ。かまってほしいけど束縛はしてほしくないみたいな。って私も人のこと言えないな。みょうが、縦半分に切った後、千切りのようにスライスを入れる。みょうがといえば夏の薬味。あんなに嫌だった夏もいざ終わるってなると、なんかちょっとだけ名残惜しく感じるのは私の気のせいだろうか。ずるいなあ人間って。さて、白ごま、白だし、ごま油を入れて混ぜていきます。ちょっとおしゃれに上から油を垂らしてみる。オリーブオイルとごま油の違いなんて正直わからんからな。垂らしてるのが何の油だろうが、どのみちおしゃれに見えるんでしょ。あ、入れすぎた。そういえばみょうがって実は花のつぼみだから、花を綺麗な状態で撮影するのはかなり大変って聞いたことがある気がする。みょうが一つとっても、こういう意外な一面って何にでも存在するんだよな。その一瞬にしか導き出せない美しさ、素材そのものの魅力みたいな。こういうのって多分人工的には作れなくて、辛抱強く待って待ってやっと出てくるもの。なんかエモいよね。みょうが好きだ。冷蔵庫に入れて1時間待ちます。1時間って長いようで短いし、短いようで長い。何のためにその待ちの1時間が存在するのかが不明瞭すぎる。多分それが主な原因。でもさっきのみょうがもそうだけど、待ちの時間があるからこそ手に入れられるものがある。ありのままの自分に逆らわず、変に背伸びをせず、なんか今目の前にあるものを大事にしていきたいよね。でも動画だと1時間ってほんと長い。はい、早送り。ちょっと難しい話をしすぎた。はい、電子レンジに入れます。ララララーララララララ。なんとかほにゃららさん、今頃元気してるのかな。海外行ったんだっけ。なんだか久しぶりに聞きたくなっちゃったじゃないか。大きめのお茶碗にご飯をよそっていきます。なんか冷凍ご飯ってすごく生活感あるな。自分で冷凍してなくても存在がもう風情。スーパーに置いても普通に売れそう。売れないか。そしてさっきかき混ぜたきゅうり、みょうが、白ごま、白だし、ごま油をご飯の上にかけていきます。やっと完成が近づいてきました。さーて最後の工程、冷たいお水を入れていきます。うん、もうちょい欲しい。水が綺麗だ。いいね、こういう朝は心地のいい朝だ。完成！
よーし、食べますか。あー、お茶漬けの味がするよ。昨日いっぱい仕事したし、今日は二度寝するか。この番組は、心地と美しさを科学するオルビスさんの提供でお送りしました。明日も公開するから、楽しみにしててね。